나만의 키라키라 히카츄. 하이 미나, 다니요. ここはLOLサプライズポップアップミュージアム。 今迷路でライトルームを探しているところ。 ワクワクするわ。 床を見て。 ゴールはすぐそこね。 行こう。 嘘でしょ。 こんなの最高。 ファーを見て。 最高すぎ。 ライト。 カメラ。 ファッション。 LOL サプライズ ライトペットと LOL サプライズ ライトグリッターを紹介するわ。 さあ行くわよ。 こんなすごい部屋で突っ立ってるだけじゃもったいないわ。 ダンスしながら開封するわよ。 どんどん開けていくわよ。 ダンス中断。 このドレス見て。 もう大好き。 目の錯覚が起きそう。 この模様、長い間見ていたら 絶対動いてるように見えるよね。 やってみよう。 わー、目が回りそう。 ダンス続行。 何が入ってるか見てみよう。 あー、これ見て。 催眠メガネよ。 もっと近くに来て。 あなたはクラクラしてきて。 どんどん眠くなる。 とても眠くなる。 彼女って本当にイリュージョンね。 不思議なことがいっぱい。 起こるのよ。 キラキラなヘアが可愛い。 ドレスとシューズに合ってるでしょ。 私もお揃い欲しい。 しかもボトルがこの可愛くてキラキラのブラックのトップスにぴったり。 最高。 次はライトを使ってみよう。 どんなサプライズが起きるかな。 オプティカルすごい。 白いところが光って見える。 靴だってほら。 LOL サプライズライトグリッターはどれもライトサプライズを楽しめるの。 ライトは全てについてくるのよ。 特別情報よ。 ライトは暗いところで約20cm 離して照らすのが一番効果的よ。 みんなドールスタンドが似合ってる。 ライトグリッターのドールはみんなお水でサプライズもあるの。 オプティカル、 シュールベベ、 ハーレクインガールはカラーチェンジするよ。 キラキラメイクをしてるドールといえば LOL サプライズライトペットも紹介させて。 史上初ペットがリアルヘアになったの。 これはヘアアメージングね。 神がかった変装を見て。 わー、このふわふわなのは誰。 なんてかわいいの。 シールタイプのふわふわな毛は取れるけど リアルヘアは取れないよ。 ふわふわの毛を取ってみましょう。 あと1つ取れば。 超かわいい。 ヘアスタイルがかわいい。 みんなバリーPUよ。 ダサいところが1つもないわ。 特別情報よ。 シールタイプのふわふわな毛は一度剥がすと元には戻らないから注意してね。 ケースにくっつけて遊んでみよう。 ほら、かわいい。 ライトペットはみんなライトサプライズがあるの。 ヘアスタイルも楽しいのよ。 プロムバニーみたいに本物のペットを飼えない人には完璧なペットね。 ネオンのランウェイを歩くのが好きで日の光だけじゃつまらないと思う人にはライト、カメラ、ファッション。 LOL サプライズライトグリッターとライトペットがお似合いよ。 チャンネル登録をしていいねを押して。 LOL サプライズの動画は YouTube にたくさんあるよ。 LOL のホームページもチェックしてね。じゃあまたね。バイバイ。